皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、もう私がすごいテンションが上がってるんですけど、じゃじゃん、私がプロデュースしたバビエラのファーストコレクションアイズとファーストコレクションリップを使ったメイクをしていきたいと思います。で、今回はコンセプトを決めてメイクしようと思ったんですけど、夏映えするツヤ感オレンジメイクをやっていきたいと思います。で、今やっているメイクがそうなんですけど、本当に可愛いメイクになりましたので、それに他に使っている商品とかもプチプラコスメで揃えてみたので、よかったら参考にして真似してみてください。それではスタート。はい、今ベースメイクをやってる状態なんですけど、いつもやってるやつをやってます。だからみんなのやってるベースメイクで大丈夫です。そしたらアイシャドウに行くんですけど、アイシャドウベースを塗ってからアイシャドウを塗ります。サナエクセルアイシャドウベースを使います。こんな感じでトントンって塗って、あんまりつけすぎても逆によれとかの原因になっちゃうので、少しだけ塗ります。こんな感じでね、ポン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 ってやって、で、余ったのとかでこの目の下のところを使ってあげます。で、最近このサナエクセル使ってるんですけど、キャンメイクとかでもすごく安くて優秀なやつがあるので、高いブランドというよりかはプチプラのブランドでもね十分なので、よかったらゲットしてみてください。そしたらこちらです。私がプロデュースしたバビメラのファーストコレクションアイズ by ニキサキのを使っていきます。開けるとこのような感じでチップが2つ入ってるので、本当にいろんなメイクの使い方ができるパレットになっています。で、私が今回使っていくカラーはこちらのカンビというカラーと、あと夕顔っていうカラーと花火というカラー、この3色を使っていきます。はい、手に出してみたらこのような感じの3色です。まずこちらのカンビのカラーをアイホール全体に塗っていきます。しっとりとしたテクスチャーなので、粉開きとかも全くせずに自然と彫り深く目が大きく見えるカラーになってます。目の下にも入れます。はい、全体に塗った感じがこんな感じなんですけど、なんかちょっと色素薄い系みたいな感じのベージュって感じなので、本当に自然と可愛い、名前の通り甘美な感じの目元にしてくれるカラーです。で、次に夕顔を目尻に少しだけ濃いめに入れていきます。すごい発色が良くて、本当夕日みたいな可愛いカラーなので、夏でも秋でもすごい使えるようなカラーですね。このカラーは本当に歴代いろんなアイシャドウを見てきたんですけど、いつもね売り上げ上位に入っているカラーってこのようなカラーで、その中でも私がこういう風にあってほしいなっていうカラーを作ってみたので、よかったらみんな本当に目とか手とかにつけてみてほしいなと思います。で、秋とかは結構がっつりと目の下に入れてもいいんですけど、まあ、夏を意識したメイクなので少しだけ際に入れていきます。あんまり広いように入れないで、この目の際のところに夕顔を入れていきます。あのオレンジっぽいカラーなんですけど、ピンク味も入っているので、目の下に塗ったら少しだけピンクっぽく発色してくれる本当に不思議なカラーになってます。はい、このような感じです。そしたらこの花火というカラーは指で取った方がちょっとしっとりしたテクスチャーで粉落ちしないタイプなので、チップで取るのもいいけど指で取った方が私は好きですね。結構ツヤ感が、肉眼で見るとラメラメなんですけど、こう手に取った時結構ツヤ感のある感じに仕上がります。すごいでしょこれ、可愛くない？ふわっと目の上に乗せていきます。一気に華やかになるし、いろんなラメが入っているので、光に当たった時にいろんな角度で楽しんでほしいなと思います。このラメは本当に不思議なカラーですね。で、目の下にも入れていきます。こんな感じで目頭側に入れます。少しだけ今ねちょっと夕顔を足してオレンジ感の出る感じにしてみました。ほら、結構濃さで調節したらね、こんだけビビッドな発色になってくれるので、少しだけ今回は夏を意識してるからちょっとだけ足しました。で、この花火が本当に可愛くて、本当に花火っていろんな色に光るじゃないですか。そんな感じのラメで、で、ラメがゴロゴロしてるような感じではなく、チラチラチラっと入ってくれるのですごい可愛いんです。これは本当に肉眼で見てほしいなと思います。はい、こんな感じでね、3色使ってみたんですけど、どうでしょうか。これのね、入れ方とかも結構自由に入れてみてもすごい可愛いし、私は目尻を濃いめに入れたんですけど、がっつりとアイホール全体に入れてもすごい可愛いし、目の下にがっつり入れてたとしてもちょっと秋っぽい感じのメイクにもできるし、よかったら試してみてください。そしたらキャンメイクのクリーミータッチライナーのブラウンを使っていきます。では少しだけ跳ね上げたりとかしても可愛いかなと思うんですけど、まあ、みんなこだわりがあると思うので、みんなの好きなようなアイラインを入れてみてください。はい、このような感じです。ちょっとここ目尻がピッて上がってる方がアイシャドウとかも目立つし、結構ポップなイメージになるんじゃないかなと思います。こうスッて上げるっていうよりはグイッて上げた方がちょっと太めにね描くのがポイントかなと思います。そしたらビューラーをしていきます。
ビューラーは、資生堂のやつなんですけど、こうまつげをこうしっかりと挟んで目の下に向かってやっていきます。そうしたらまつげがね、ほんとクリーンとしたシーカールっていうのかな、本当にこういう状態のこういう感じのまつげになってくれるので、下に向けてやるのがすごいおすすめのやり方ですね。本当にね、こんなにビューラーで変わるんだってぐらい変わるので、ぜひぜひただなのでやってみてください。でマスカラはこちらメイベニスナップスカラのブラウンを使います。オレンジメイクと合わせた時に黒のマスカラでも可愛いんですけど、やっぱりちょっとオレンジなのでブラウンにしたいなと思ってブラウンのマスカラを使っていきます。アイシャドウで結構ポップなイメージは出てると思うので、繊細な感じのまつげにするためにふわっとまつげを仕上げていきます。このマスカラは本当地まつげが長くなるっていうか、地まつげが生きたマスカラになるので、本当にナチュラルメイクが好きな方とかにおすすめのマスカラですね。目の下はブラシを縦にして使っていきます。ちょっとだけレトロな感じにしたいときは、私は目の下のこの下まつげのところを濃くしたりとかするんですけど、今回ちょっとだけ濃くしていきます。はい、まつげこのような感じになりました。ちょっと下まつげを濃いめに束感を意識したようにつけると、全体でこう見たときにちょっとなんかレトロな感じっていうのかな、ちょっと演出できるかなと思うので、このような感じで使ってみました。はい、アイメイクが完成しました。このような感じです。そしたらリップはこちらです。こちらもさっきのアイシャドウと一緒で、私がプロデュースしたファーストコレクションリップスバイニキサキノのオレンジのカラーですね。シュカっていうカラーを使っていきます。はい、このような感じのカラーです。なんかオレンジって言うと私のネイルみたいな感じになるんですけど、ちょっとブラッドオレンジっていうか、少しだけ赤みのある暗めのオレンジになってるので、使い方によっては赤オレンジっぽく出たりとかもするし、薄くちょっとだけ塗ったりとかするとこんな感じの、薄く塗ったりとかすると結構オレンジになったりとかするんだけど、濃く塗るとこのような感じで結構バッチリオレンジになりますね。ものすごいテクスチャーもオイルまでもいかないし、ウォーターのテントって感じでもない、なんか本当になんて言うんだろうな、ペトペトした感じのテクスチャーにしてみました。やっぱそっちの方が取れないですし、潤いもものすごい持ってくれるので、こんな感じのテクスチャーにしました。すんごく細く使えるこのチップを選びましたね。ものすごくこのティント発色がいいので、結構大きめのブラシだとベトってついちゃって大変かなと思ったので、本当に細くこのチップにしてみました。このチップ本当にね、私結構本当にばっかり言ってるけど、かなりお気に入りのチップで、一回だけもう口につけてみてほしいなと思います。それでは塗っていきます。ほら、このような感じでちょっと薄く塗ったりとかするとオレンジなんですけど、かなり濃く塗るとブラッドオレンジみたいな感じのティントになってくれます。本当に塗りやすいんだよね、このチップが。で、多くベタってついてないのでチップに、だからね、それもすごくいいポイントですね。せっかくね、あったかくなって夏なので、こういうパキッとしたオレンジを一回使ってみたいなと思って、でもオレンジすぎて黄みがかりすぎてるオレンジもあんまり好きじゃないので、こういったちょっとブラッドオレンジ的な感じの色を作りたくて、でテクスチャーはね、サラサラもしてないですね。なんかオイルっぽい感じでもないんですけど、なんかこうこってりっていうか、ねっとりしてる感じのテクスチャーなので、全然取れないし、あと定着力が本当に半端ないぐらいすごいので、一度塗ったらね、もう全然取れないし、でもお風呂入った時は取れるんですけど、そういったカラーにしました。で、私結構これ薄く塗ってるんですけど、ツヤ感がすごい出てくれるんですよ。はい、リップこのような感じになりました。本当に可愛いオレンジで、オレンジが苦手っていう方、私もなんかそうだったんですけど、これはもう本当に可愛らしいっていうか、元気な感じになるし、顔色がねふわっと良くなる感じで、なんかこうピュアな可愛さが出てくれるのがオレンジの良さだと思うので、そういうのを最大限に活かせたリップになったかなと思います。で、私結構ベタ塗りで多く塗ってるんですけど、これティッシュとこでオフします。そうするとまたちょっとニュアンスが違ったオレンジ、ふわっとしたオレンジになってくれるので、つけカットとかね、内側だけふわっと塗って指で伸ばしたりとかもしてもいいし、綿棒で伸ばしたりとかしたら、ものすごく薄めのオレンジになってくれて、すっごい可愛いカラーだと思います。でも今回ちょっとだけ濃くしてみようかな。はい、リップは濃いめなので、ね、アイメイクとの相性がすごくいいんじゃないかなと思います。そしたらちょっとツヤ感を足していくチークを作っていきます。チークとハイライトを使います。
ハイライトはレブロンカラーステイエンドレスグローリキッドハイライターです。とチークがミルコットのオーベイビーチーク03番のホットピンクミューリーを使います。まずこのレブロンのハイライターなんですけど、すごく面白いんですよ。ボヨンヨーンって感じのチップがね、ほんとなんかあのクルランスのグロスのチップに似てる感じかな。今回はちょっとヘルシーな感じにしたいので、ゴールドっぽい輝きのハイライターを使っていきます。ポンポンポンと頬のところ、こんな感じでやって、こんな感じでつけて、あんまり多すぎても嫌なので、そしたらこういったスポンジですね、使い捨てとかの100均とかで売ってるやつでもいいので、それで伸ばしていきます。指で伸ばすとやっぱちょっと下地がね崩れてしまう可能性があるので、こんな感じのツヤです。そしたら鼻の先にも少しだけポンってつけて馴染ませてあげます。ほらで、リップの上とかにも余ったやつをちょちょちょっとつけます。はい、そしたらチークなんですけど、チークはブラシで塗ってもいいけど、私はスポンジでパウダーのチークを塗るのがすごく好きなので、それをやっていきたいと思います。なんかね、こうスポンジで取って肌につけていくと、なんていうんだろう、この後クリームチークまではいかないけど、すごいしっとりとした感じに仕上がってくれるので、すごい好きで、今回塗っていくのはほっぺの中心からちょっと横長に入れていきます。こんな感じで、大げさに言ったらもうほんとうんって感じかな。でもちょっとこういう風にスポンジで塗るとね、意外とムラにならないし、すごい密着度もアップするので、持ちとかも良くなったりとかします。でさっき塗ったハイライターがいるので、ツヤ感とかも出てくれるね。めちゃくちゃ可愛い色です。もっとオレンジなやついってもいいかなと思ったんですけど、オレンジオレンジすぎても可愛さとかなくなっちゃうなと思ったので、ピンクっぽいオレンジコーラルのチークを塗ってみました。日焼けしてる感が出したいので、この鼻の横のところにも塗ってみても可愛いと思います。はい、このような感じです。リップは本当グロスいらないぐらいツヤ感が綺麗にあって、ハイライトでねこの辺ツヤツヤっとしてる感じなので、本当グロッシーなオレンジメイクができたと思います。はい、こんな感じで私がプロデュースしたバビメロのファーストコレクションアイズとファーストコレクションリップを使ったメイクでした。今回はちょっとグロッシーなオレンジメイクを挑戦してみたんですけど、こう夏に向けた本当夏映えしそうなメイクになっているので、よかったら参考にしてみてください。そしてこのねアイシャドウパレットなんですけど、今はオレンジメイクでガッツリとやってみたんですけど、落ちるからちょっとチップ取っちゃったんですけど、本当にたくさんの組み合わせでアイメイクが遊べると思うので、ぜひぜひゲットしてみてください。ファーストコレクションアイズとリップを使ったメイクをこれから出していくので、よかったら楽しみにしてください。さっきねちょっと電源切れちゃっておうどんを食べたんですけど、全然リップが落ちてないです。本当にいいちょっと検証になったかなと思うぐらいリップが全然取れてなかったです。通販サイトもあるので、よかったら下のリンク見てみてください。はい、この動画を楽しんでもらえたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォロー待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。